皆さん、こんにちは。ひろきです。いやー、今日も、寝る時間が近づいてまいりました。はい。ということで、一杯いただきたいと思います。失礼します。おいしい。おいしい。甘い。後味が甘い。あー、すごい涙が出てきちゃう。あー、おいしいな。いや、今日はもう夕方からダラダラしてましたね。はい、ずっとダラダラ、まあダラ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 といろいろ調べ物とかしてました。はい、何も生産することなく、はい、そうですね、はい、ちょっと昼寝したりとか。そう、ちょっと昼寝したりとか、はい、ですね。もうなんかここ最近夕方とか昼の一人語りの後に昼寝する習慣がついてますね、はい、アルコールを飲んだ後昼寝気持ちいいって感じで、はい、心地いいって感じで、はい、そうですね。だいぶ昼寝習慣ついてきましたね。なんかヨーロッパ人みたいですよね昼寝の習慣って、はい、ヨーロッパ人かけど、まあ昼寝はした方がいいって言いますからね。パワーナップとかいう言い方もあるらしいですからね。はい、だから20分ぐらいがいいんですって。はい、僕全然20分以上寝ちゃってるんでちょっと やばい良くないパワーナップを、パワーナップじゃないナップをしてると思うんですけど、はい、そうですね、気をつけなきゃいけないですね。はい、けど気持ちいいんですよね、ビール飲んだ後冷えた寝室に行って。あ、温度設定違うんですよ、リビングと寝室は。わざと書いてあるんですよ、はい、ちょっとひんやりしてるんですよ、あの寝室の方が。ひんやりとした寝室で布団にくるまって、で YouTube で僕の好きな政治評論家とか経済評論家の対談とか聞きながら寝るのが好きなんですよ。もう完全にジジイの領域ですよ、はい、ねえ、はい、そうなんですよね。僕の YouTube のサブスクリプション見たらびっくりしますよ、はい、友達と知り合いとあとは政治評論系っていう感じなんですよね、はい、そうなんですよ。もうびっくりするような、はい、よくもこんなに集めたねって右の人ばっかりよく集めたねこんなにって。いや、右じゃないんですけどね、ど真ん中なんですけどねって。これがど真ん中なんですよって日本の皆さんっていう感じなんですけどね、はい、まあ、ちょっとね、その右翼と中右派って言えばいいのかな、右派なんでしょうね。右派と中道の違いが多分、だからどれだけ日本のど真ん中が左寄りになってるかを知らない人が多分今の日本は多いと思うんですよ。ご年配の方々は知ってると思いますよ、はい、いろいろ学生闘争でしたっけ、なんかありましたよね。あの東大の人たちが指示役だけやって、実行部隊は早稲田とか慶応がやってたっていう噂のだから東大の人たちは実行犯として捕まってないっていうなんていうピラミッドだっていう学生運動、はい、まあそういうところから来てる人とかはね、もうマルクスとか、もうそれこそマルクスとか読んでる人とかはね、もう完全に左じゃないですか、それ。はい。はい。
そういう人は日本の中道のことを右って呼ぶんですよ。はい、天皇陛下が日本の象徴であらせられる、象徴、日本を代表するものといえば天皇陛下である、皇室であるっていうふうになっているのに、皇室を崇めて、崇めつつ政治を行う政治団体や政党のことを右寄りっていうんですよね。じゃあ日本国憲法書き直さなきゃいけないんじゃないですかっていう形になりますよね。はい、皇室は撤廃ですかみたいな、わざわざ2700年かけて作ってきたブランドを いや神話の話ですよ、神話 現実の世界では1500年ぐらいですけどね、神話の世界では2700年ですからね。後期、後期ってありますよね。はい、そうですね。いやー、そうですよね。その辺どう思ってるんでしょうね、左寄りの人はね。はい、まあ、僕も知りたいですよ。僕左寄りの人は知ってはいますけど、あんまり仲良くないんでね、左寄りの人と。右寄りの人とも仲良くないですけど、はい、僕中道が好きなんで。はい、そうですね。はい、右寄りの人はちょっと怖いですね、僕。はい、はっきり言って。怖いし、交通の邪魔っていう 感じですね。はい、そうですね。天皇陛下から頼まれてもいないのに、なんか 騒ぎ立てるじゃないですか もうその時点で邪魔者扱いですよね。はい、まあ、あれがね、天皇陛下からのご指示であればね、じゃあ、苦情はもうちょっと、いい音の出るスピーカー使ってください、その安物じゃなくて、ってなんか耳障りですっていうことぐらいしか言うことないですけど、本当あの人たちの使ってるスピーカー、本当音楽かけるようじゃないスピーカーなんですよ。あれ声だけ、周波数が声の周波数帯しか綺麗に出ないスピーカーなんですよ。それを使って音楽かけるもんだから、音がもうひどいひどい、もう耳にうるさくってしょうがないんですよね、あれね。本当にスピーカーの種類を知らないのか、君たちはっていう。知らんのだろうねっていうことですよ、本当に。ちゃんと音楽流すんだったら、音楽流す用のスピーカー使ってくださいっていうことです。はい、ちょっともう一本持ってきます。まあね、右寄りの人もね、まあ言ってることは正しかったりするんでね。先の戦争を肯定したりしちゃダメですよ。あれ否定しなきゃダメですよ。あれは、あれはダメですよ。間違ってます。あれはもう陸軍と海軍の仲が悪かったのが、もうそもそももう大問題ですね。あれじゃ、あれで勝てるはずがないっていう感じですよね、本当にね。そうなんですよ。どっかで妥協しなきゃいけない。もう国際連盟を脱退した時点でもう間違ってるんですよね。国際社会から孤立させてくださいって言ってるようなもんじゃないですか 本当にダメですよ、ダメですよ。もうあんなのを肯定しちゃダメですよ。だからね、右翼の人の悪いことは、天皇陛下が関わったことは全部間違ってないとかって言い出すことですよね。もうそんなことない、人は間違えるんだっていう。じゃ、人、あら人神だって言うんだったら、いや、神でも間違えるって言いたいですね、私は。神も間違いはあるっていう。そう言いたいですね。あら人神って何ですかっていう感じですけどね。まあ、他の神話にも出てくるんで別にいいんですけどね。まあ、政治はね、本当話し出したらキリがないんでね。何でしたっけ、昔言われたのが、政治と宗教と野球の話は職場でするなっていうやつじゃないですか。もう最近はもう管理職も
若者が増えてきて、若者っていうかその昔若い世代だったやつが増えてきて、 J リーグ世代がとうとう管理職になり始めたんで、あのサッカーが加わってるらしいですよね。時代も変わったなって感じですよね。そう考えるとね、ほんと時代も変わりましたね。はい、そう、サッカーの話もするんじゃないと、なんか J2 に落ちたらしいっすよねとか言ったら引っ張ってかれますよ多分。J2 落ちたらしいっすよねってニコニコして言ったらもうパチーンってやられますよもう。はい、ドメスティックバイオ、ドメスティックじゃないか、なこういうのも、こういうの、こういうの、こういうの暴力っていうんですよね、暴力事件ですよね。はい、もうパワハラを超えてますよね。はい、引っ張ってたら、はい、ね、サッカー、サッカーももうサッカーの方が荒れてますからね、ファンはね、ファンは、ファンの荒れ具合で言ったらもうプロ野球の日じゃないですよ本当、サッカーのフーリガンはね。はい、本当にだから本当サッカーの話題はあんまりこうなんていうか、なんて言えばいいんですかね、こうそのパッと出せるような話題じゃないですよね本当にね。はい、日本代表が戦う時だけいいんですよ。はい、それはいいんですよ、それは構わないと思うんですよ。日本負けちまいましたねって、いいところまで行ったんですけどねとかっていうのはそれ全然構わないですよ。ただもう J リーグの話とかそういうのはもうやめましょうっていうことですよね。はい、ね、いや時代も変わりますよやっぱり。はい、まさかそんなことになるとはね。はい、まあ川淵キャプテンはもうご満悦でしょうけどね。はい、今バスケの方やってますけどね。まあそうやってね、いろんなスポーツがね進行されていったらね、やっぱり文化的な発展にもつながりますしね。はい、本当にいいと思いますよ。はい、うん、街が出来上がりますからね、一つね、街の一体感がね。はい、特にサッカーは地域を大事にするじゃないですか。はい、絶対スポンサーの名前を入れさせないじゃないですか、あのチーム名に。そういうところとかがしっかりと統制が取れてるなって感じがしますね。はい、まあ、そんなこと言ったらね、巨人もそうだよって言って、いや巨人は違うでしょって言いたいですけどね僕は。いや巨人は読売の方がよっぽどマシだよっていう。なんで巨人だけ巨人って呼ぶんですかっていう。じゃあ何すか、阪神は虎とか言っちゃっていいんですかとかなっちゃいますよね。はい、なんで巨人で許されてんだろうって僕は子供の頃は思ってましたけどね。はい、なんで巨人、ジャイアンツの和訳が許されてるんだろう、読売だけ、東京読売ジャイアンツだけがなんで許されてんだろうって思ってましたけどね。はい、まあ父がジャイアンツファンなんであまりあんまりというか一度も突っ込まなかったですけど、はい、そうですね。はい、いやー巨人ね、巨人ってなんであんなに弱いんですかね、選手あんなに揃ってるのに。はい、ひどいですよねもうずっとここのところ。はい、あれ原監督のせいじゃないと思うんですよ。何が悪いんですかね、鍋爪さんが悪いんですか。まさか、まさか、まさか貧乏神なんですか。そんなことないでしょ、そんなことないでしょ、あの人荒人神ですよ。あ、面白い、ちょっと自分で言って笑っちゃいました。そう、あの人荒人神ですからね。はい、あの人こそが荒人神ですよ。はい、読売の荒人神といえば鍋常さんですよ。はいはい、まあ、政治コメンテーターで同姓同名の人いますけどね。そっちが大迷惑こう思ってますよね、どちらかというとね。はい、やっとゲップが出た、やっとゲップが出ました。最近ゲップが出にくくなってね、なんなんですかねこれね。
胃がちっちゃくなったからですかね、何なんでしょうね、はい、最近食べ物あんまり食べてないんで、いやタンパク質を とってますよ、タンパク質とサプリメントは取ってるんですけどね、やっぱり炭水化物あんまり取らないからか胃がちっちゃくなってるからかな、なんかゲップが出にくいんですよね、出るときはさっきみたいにグオーって出るんですよ、はい、まあそんなのどうでもいいですね、すいませんゲップの話はどうでもいい、はい、あけど何かのね病気の予兆だったらね、はい、僕も気になっちゃいますけどね、はい、なんかねゲップが出にくい人はああだこうだみたいなのがあるんだったら、なんかコメントでも書いていただければ、お医者さんがいらっしゃったら、はい、ぜひください、すいません、お願いします。いやーしかしね、ほんとあ政治の話題っていうのは本当にあの投資に関わってくるんでね、はい、本当に政治判断であの相場って変わるんでね、はい、まあ一番変わるのは日銀が何か言った時ですよね、はい、上田さんが何か言ったらもうコメントしたらもう相場動きますからね、はい、まあ、そんなことでは私はびくともしませんけどね、はい、何も動かないですけどね、あこう言ったんだでこう動いたんだふーんみたいな眺めてるだけですけど、はい、そうですね、よっぽどの発表じゃない限り、はい、はい、そうですね、上田さんも大変ですよね。いや黒田さんがやったことは間違いじゃないんですよ、ただ黒田さんがやったことは副作用があるんですよ、はい、黒田さんが何もやらなかったらもう日本は終わってましたよ今頃、はいはい、黒田さんが白石さんでしたっけ、何でしたっけもう忘れちゃった、白石さんでしたっけ黒田さんの前の総裁と同じ方針を続けてたら今頃日本はぶっ潰れてましたよ、はい、だから黒田総裁のやったことはいいことなんですよ、ただ副作用がないわけじゃないっていうことですよね、はい、その副作用で悩んでるんですよね上田さんはね、はい、本当にもう大爆弾を抱えてますからね、はい、そうなんですよ、就任してからは言わなくなりましたけどね、就任前にはそのことをよく言ってたんですよ、これが危ない、これが危ないって、はい、就任してから一切言わなくなったんですよね、これが面白いですよね、上田さんもやっぱり頭がいいんだなと思って、就任前に自分の言いたいこと言っとこうって、で就任したらもう市場に刺激を与えちゃいけないから言わないみたいな感じでね、はい、そういうところを僕ちゃんと見てますからね、はい、まあだから日本はとりあえずまああのこれからね、またもう一つ別の荒船に乗り換えただけなんで、はい、上田船という荒船に、またこっちも荒船なんですよ、はい、はい、そうなんですよ、どうしてかというと波は高いままなんで、はい、波が変わっていない以上荒船なんですよ、はい、いくら上田さんがやり手でも、はい、黒田さんもやり手でしたけど、はい、結局波は荒いんでね、はい、しょうがないですよ、その波を越えていくにはね、いろいろと大変なことがあります、はい、そうですよね、どうしましょうね、どうしたらいいんですかね日本はね、僕の勝手な論理ではですよ、まあはっきり言ってもう成功法でいくしかないと思うんですよ、一人当たりの GDP が低いんですよ日本は、はい、要するに生産性が低いんですよ日本は、だからルクセンブルグのように生産性の高い国になるしかないですね、一人当たりの所得を上げる、はい、そして税金を納める、税金を納めたって全然文句が出なくなりますよ、税金が高くなったって文句出なくなりますよ、だって一人当たりの生産性が上がって給料が上がるんですから、はい、物価はあんまり変わらず、あ物価はちょっとずつしか上がらないけど給料はぐーんと上がるんですよ、生産性が上がれば、はい、上司に出す資料なのになぜかパワーポイント20ページになるっていうような、そういう仕組みをやめて、 Amazon みたいに
会議は絶対に A4 1ページ表だけっていう風に変えればいいんですよ、ルールを。はい、Amazon はそうしてるんですよ。 Amazon の会議って A4 1枚、レターサイズって言うんですけど、向こうではレターサイズが、A4 とほとんど変わらないですよね。はい、レターサイズ1枚の表面だけで会議資料、議題資料作れって言われてるんですよ。で、全員会議が始まる前に読んでこいっていうふうになってるんですよ。で、会議が始まったらもう突然議論が始まるんですよ。はい、だから会議がものすごく短いです。はい、で、みんな好きな時に事前に読むっていう作業はしとくんですよ。はい、事前に読む作業って別にみんなが一斉にやらなくてもいい作業じゃないですか。そういうのだから別に会議中にはやらないんですよ。会議になってから読み出すやつなんかいたらクビになっちゃうかもしれないですよ、もしかしたら Amazon で。はい、だそういうやり方に変えるんですよ。とにかく変える、変えれるところはたくさんありますから。はい、そうです。はい、なんで社内資料に20ページも30ページもパワーポイント作ってんですかって、しかもなんか見栄え場が綺麗だと上司から褒められてとか言って見栄えまで綺麗にしちゃって、ほんとバカじゃないのって思っちゃうんですけどね本当に私はそう思いますよ、本当に。はい、本当にそう思いますね。はい、で、僕が作る社内資料って全然人が作る 社内資料って全然違いましたね。けど全然上司から文句出なかったですね。はい、上司はもうスラスラスラっと読んでもう意味がパッと分かるような感じの資料でしたね。はい、まあ、パワポに直せば多分20ページぐらいになっちゃうんでしょうけど、その情報をパッと1枚にまとめてましたよ。はい、私は。はい、それでいいと思うんですけどね。はい、だからはっきり言って生産性が低いんですよ。上司の顔色を伺ってなんか立派な資料作んないとダメって勝手に決めてるんですよ、全員が、社内全員が。けどそれをさせてるのは上司ですからね。はい、それをやらせてるのは上司なんですよ。はい、もっと簡単でいいよって言わないんです。はい、それに対して何の文句も言わない。そしたら部下はあ、これでよかったんだってなるわけじゃないですか。はい、そうやってパワポ職人が、パワポ職人が増えるんですよ。はい、何が得意ですかって、いや、パワポの資料作るの得意です。あ、そうですかって、もう今後はそれは AI がやるんであなたはいらないですってなっちゃいますよ。はい、もっと他のところを磨いて生産性を高めましょうよ。はい、生産性ですよ。はい、そういうことですよ。はい、だからそうやって日本は復活していくんですよ。はい、できるんですよ。はい、それをなんか国債はまだ発行できるとか言ってるから日本の借金が増えるんですよ。借金頼りにしたり、はい、するから。はい、もうみんな変わらないとダメですよ、本当に。戦争が終わった時だと思わないと。はい、もう一回戦争に負けた、もうここで一回戦争負けたと思って、いわゆる経済戦争に、中国との経済戦争に負けたんですよ、日本は。はい、今 GDP3 位じゃないですか、日本は。中国に負けたんですよ、負けてるんですよ、もう何年も前から。はい、で負けたら反省してやり方を変えるっていうのが筋でしょう。はい、ね、そうです。ですからね、まあ変えていかなきゃいけないですよ、いろんなことは。はい、と思いますよ、私は。はい、ですね。でもう税金がどうの、消費税がどうのとか言わない、もう俺たちが稼ぐから、それぐらいの心意気でいた方がいいと思いますよ。はい、俺たちが稼ぐから消費税取っていいって、ただもう とにかく国の借金を減らせって、はい、俺たちの借金を減らせって、はい、国のことを人事として捉えてるっていうのは本当におかしいですよ。はい、国の一体感がないですからね。はい、国の借金は我々の借金なんですよ。あ、だって実際政府はそうやって計算してますからね。はい、日本人の貯蓄残高、預金残高と貯金残高、ゆうちょ貯金と ゆうちょと銀行預金、預貯金って言われますよね。預貯金とか
有価証券とかの保有量を見て、あ、今日本人の国民は、日本国民はどれぐらいのお金を持ってるな、じゃあまだ国債借りていいなっていうふうに思ってるんですよ。はい、けど物価高でどん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 出費が増えていったらなくなるじゃないですか、お金。そしたら政府の計算狂っちゃうんですよ。はい、そしたらどうします？国債誰が買うんですか？銀行に預金預けてる、銀行の預金量が減るのに銀行国債買えないじゃないですか。銀行が国債買わなかったらどこを買うんですかって話ですよ。保険もみんな安いのに切り替えてるじゃないですか。保険会社も国債買えないじゃないですか。そう、国債誰が買うんですかって話ですよ。はい、やばいんですよ本当に。国債が発行できなかったら物価がむちゃむちゃ上がるんですよ。はい、ハイパーインフレって言うんですけどね。はい、ハイパーインフレ。まあそれにならないように気をつけないといけないですよね。なんでかっていうと、ハイパーインフレってそんな簡単に起こるもんじゃないんですよ。けど起きたら止まんないんですよ。起きたら飛べる術ないです。上がって上がって上がり続けて止まるまで、止まるのを待つしかないっていう感じなんですよ。はい、そうなんですよ。だから10万円札とか100万円札とかが登場するんですよ。はい、やばいでしょ、やばいでしょ。どう思いますか、これ聞いてどう思います？やばいと思いません？10万円札とか100万円札とか出てくる世界、怖いと思いませんか？はい、けど昔そういうのがあったんですよ。はい、1円札、10円札、100円札までしかなかった時代から、どこかで、僕も細かくは覚えてないですけど、どっかで1000円札が登場し、5000円札が登場し、1万円札が登場したんですよ。昔は100円札までしかなかったんですから。はい、そうなんです。1000円札なんて使わないでしょって思ってたわけですよ。つまり僕らの今で言う100万円札と同じでしょ。100万円札なんてどこで使うのって思ってるでしょ今。はい、1万円を100万円並べればいいじゃん、それあげればいいじゃんって、それで済むじゃんって。100万円札なんて作る必要ないよってみんな思ってますでしょ。はい、けど昔の人だって思ってたんですよ。1万円札なんていらねえよこの世界にって。100円札を100枚並べればいいじゃんって、ピョロピョロ数えればいいじゃんって、銀行屋さんが思ってたんですよ。けどハイパーインフレでそれがぶっ飛んだんですよ。だから政府は1000円札、5000円札、1万円札を発行し、100円はコインになったんですよ。コインです。はい、小銭です。100万円、100円札は札じゃなくなりました。もうただのコインになりました。はい、そういうことがあり得るっていう話ですね。はい、絶対起こるよとかじゃないですよ。絶対起こるんだったら僕はもっと違う行動を取ってますから、はい、起こるか起こらないか分からないような状況だから、僕もまあバランスを取って投資してるんですよね。はい、まあそういうことで、はい、まあ皆さん備えていきましょうということですよね。はい、本当に。だから現金だけしか持ってない人は本当危ないですよ。本当に危ないですよ。気をつけましょう。頑張りましょう。はい、ね、それはそうと、なんか面白い話じゃないですかね。今の話僕は面白いんですけど、聞いてる人は怖いだけじゃないですか。ただの怪談じゃないですか。夏の怪談じゃないですか。夏の怪談になっちゃってるじゃないですか。なんかもっと面白い話しましょうよね。ね。ねってじゃなくて俺だよっていう話ですけどね。話しろよってことですよね。はい、面白い話ですか。いやー、今日ゆうさんと撮った桃太郎の4匹目の話を同居人に聞いてもらったんですよ。そしたらおならの話の方が良かったって一言言われましたね。あっちの方が笑えたって。そうっすよねみたいな。おならプッ
ップにはかなわないっすよねみたいな、はい、そういう感じですよね、はい、やっぱりおならとかうんことかそういうのはやっぱりなんていうかこうどうしても笑ってしまうっていうかね、これも一種の下ネタですよね、これも一種の下ネタだと思うんですよ。本当に。そうなんですよね。ちょっともう一本持ってきますね。そうなんですよ、おならって一種の下ネタですよ、おならもうんこも、ほんと広い意味ではそれには勝てないですよ。桃太郎の4匹目は誰とか、はい、いや僕のお笑いの能力が足りないことを棚に上げて言ってるのは承知の上ですよ、はい、私お笑いのセンスあんまりないんでね、はい、なんて言うんですか、もう論理的な笑いしかできないんですよ僕は基本的には、はい、だからなんて言うんですか、こう表情で笑かすとか、なんかアクションで笑かすとかそういうのできないんですよ、はい、それ持ちネタ持ってないんで、だから持ちネタがないんで僕は、はい、基本的にフリートークしかできないんですよ、だからコントもしたことないですし、漫才もしたことないですから、それはそうですよね。別にお笑いの学校行ってるわけでもないですからね。はい。だからフリートークだったらそれあるよっていう話ですよね。だからフリートークしかしたことないんですよ。今日やったみたいに。ああ、いいゲップが出た。いいゲップが出るとなんかいいおならが出たみたいで気持ちよくなっちゃいます。ごめんなさいね。すいませんね。ちょっと下品ですよね。むっちゃ気持ちいいこれも一種の下ネタが違うよ、上ネタだよって、すごいちげえよってその上下じゃねえだろうって、下と上っていうのはっていう、下品という意味の下だろうっていう、を含んでると僕は思ってるんですよね、はい、いやーねえ、ほんと何でしたっけ、あのあれ「のだめカンタービレ」っていう漫画知ってます？アニメにもなって実写にもなりましたけど、はい、僕の好きな上野樹里ちゃんが、はい、主演しましたけど、はい、のだめカンタービレでもなんか「おならの歌」っていうのをのだめが作ってたじゃないですか、プップップーとかなんかそんな感じのやつ絶対おならは子供受けしますって、絶対しますって、だって臭いだけで全然汚れないんですもん、はい、身が出ない限りはねえ、身が出ない限りは絶対ばらけるだけじゃない、臭いだけじゃないですか、そんな臭さなんてすぐ消えるじゃないですか、だからもういいネタですよねおならだってね、ほんとね、はい、おならを自在に操れる人がいましたね、そういえばね、はい、学生時代に吸い込む力を持ってるんですよ、空気を外からお尻の中に空気を吸い込む力を、能力を持っていて、それをプッと出すんですよ、だから全然臭くないんですけど、はい、何のこっちゃって子供がやりそうなことですよね、本当ね、本当学生がやりそうなことですよ、本当。そんなやついたな、そういえば何してんだろうな。風の噂じゃ飛行機の整備士をやってるらしいんですけど、はい、まあ、風の噂ですからね、はい、今は違うかもしれないですけど、はい、まあ
航空機の整備士だったらね、おならの音なんてかき消されますよね、エンジン音でね、はい、大丈夫ですよ、はい、全然問題ないですよ、はい、ね、おならっていいですよね、ネタがね、ほんとおなら、おならといえばね、落語で天式っていう演目があるんですよ。まあそれはおならを題材にしてるんですけど、あれ面白いんで、ぜひ聞いてみられるといいと思いますよ。もう多分 YouTube に転がってると思うんで、天式で検索したら、はい、多分あれ多分作る側も、天式のコンテンツを作る側も、天式を多分漢字で書けないだろうなと思って、多分カタカナで天式って入れたりしてると思うんで、あ、もしくはひらがなで、だからカタカナとかひらがなで天式って検索しちゃえば多分出るはずですよ、はい、僕も漢字でどう書くか忘れましたもん。天式の天は天上天下の天だと思うんですけど、式、木は気持ちの木だったかな、死が忘れちゃったんですよね、はい、まあ、天式っていう演目があって、はい、まあベタなネタなんですけど、おならなだけに、はい、でも面白いですよ、はい、なんていうか落語の入門として、なんていうか、まあ子供でも笑えるネタなんで、子供でも理解できる話なんで、はい、時そばみたいなもんですよ、時うどんとか、はい、そうですね、はい、いいと思いますよ、はい、僕落語もできないんですよね、全然できないです、落語、お笑いで言えば落語全然できないな。落語ね、落語って覚えなきゃいけないじゃないですか、もうそれがつまらんのですよね、僕としては。話を覚えなきゃいけないじゃないですか、で口調とかもなんかあるじゃないですか、もうそれがちょっと僕にはもうあの世界は本当見るだけにしといた方がいいなっていう。落語とか講談とか僕は見てかっこいいとか面白いとか思うんですよ、はい、憧れはありますよ、落語家とか講談師とかに、はい、憧れはありますけど、あんなの暗記したくないですね、はい、そうですね、本心を言えば落語とかちょっと厳しいですね、はい、講談とか特にですよ、講談とかもうやばいじゃないですか、人の名前がたくさん出てくるじゃないですか、はい、まあそれが講談なんですけど、はい、それでこそ講談っていう感じなんですけどね、なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかにして、なんとかかんとか、なんとかなんとかが、なんとかいると、なんとかなんとか、なんとかなんとかが、なんとかなんとかなしてやって、しからば、なんとかなんとかが、なんとかなんとかに対してこう言い放ったのでございます、何何何何とか、そんな感じでしょ。もう人の名前覚えられねえよって、間違えたらどうすんだよって感じじゃないですか、はい、もう完璧主義者の僕、あ、僕 IT の中でも完璧を求められる部署にいたんで、もう間違えることは許されないんですよ、はい、だから間違ってもいいじゃんみたいな感じで講談師になることはできないんですよ僕は、はい、落語家にも、はい、間違えてもいいじゃんみたいな気持ちで入門はできない、絶対完璧に覚えてやると思って覚えようとするんで、多分慣れないと思います、落語家とか講談師に、はい、だからフリートークが好きなんですよ、覚えなくていいんで、はい、覚えなくていいじゃないですか、発想力だけでやれるじゃないですか、はい、だからフリートーク好きなんですよね、はい、っていうかフリートークしかできないっていう、はい、そうなんですよ、もう本当お笑いが下手くそで、はい、けど好きだからやってるんですけどね、好きだからゆうさんとはやらせてもらってるんですけど、はいはい、得意と好きとはまた別ですからね、はい、
まあ下手の横好きってやつですよ。これこそが、はい、下手の横好きですよ。まあ自分のチャンネルでやってる限りは別に問題ないと思ってるんですけどね。はい。そうですよ。はい。自分のチャンネルでやってる限りはね、誰にも文句は言わせないっていう。はい。いや、文句があったら、コメントで言ってくださいって。良くないとかってつけるんじゃなくて、コメントに書いてください。正々堂々と。僕そこをネットの礼儀だと思ってるんで、はい、文句があったらコメントで書きましょうっていうのが僕の礼儀、僕の思ってる礼儀なんで、はい、コメントで書いてください、はい、ぜひぜひ、はい、勉強になりますんで、それに対して僕反論とかしないんで、はい、受け止めましたって書くんで、はい、ありがとうございますって書くんで、はい、男なんでね、はい、まあ、僕は女でも私が女であっても同じことを書くと思うんですけど、ご意見ありがとうございます、勉強になります、精進します、これだけです。まあ頭の中ではバカが何か言ってるなとか思ってるかもしれないですね。頭の中で何か思ってるかどうかはまあ別の話ですかけどね、内心のなんとかって言いますからね、はい、ね。あーもう面白い、あーやっと面白くなってきた。さっきからなんだっけ、もうなんかもう難しい話、小難しい話ばっかりしてたでしょ、はい、ようやく面白くなってきましたね。僕も3杯目飲まないとやっぱり面白くならないのかな。酒の力を借りないと面白くなれないって本当にもう情けないですよね、はい、根が面白くないってことでしょ。あーダメだ、心根が面白くない、心根が真面目すぎる、はい、まあね、まあ僕のコンテンツ見てれば分かるでしょ、コンテンツの並びを見てればもうクソ真面目でしょ、はい、はい、そうですね、はい、けど僕の本当の姿はまあなんていうか、まあ いいか、その話はいいか、やめましょう、もう やめましょう、はい、やめましょう、はい、僕の本当の姿なんてどうでもいいですよね、はい、すいません、ね、またエロ路線に走って女性ファンが離れていくんで、ちょっと気をつけないとな。いや、そうっすね、まあ落語家も講談師もちょっと厳しいな。コント師も、コント師はプロじゃないとコント師になれないんじゃないですか、はい、お金をある程度稼げるようにならないとコントってやるのが難しいと思うんですよ。やっぱり大道具小道具がいるんで、はい、コントはなんかプロがこうプロになった後挑戦するものっていう、だからなんていうか物なしでマイク一本でやる漫才、これができないとコントには進めないっていう順番、経済的にはですよ、経済的には、はい、笑いの覚え方の順番はまた違うかもしれないですよ、はい、けどなんていうか活動のその範囲の広げ方っていう意味では、まあ漫才ができるようになってから売れてコントっていう感じだと思うんですよね、はい、じゃないと誰が大道具作ってくれるんですかって。タクシードライバーのネタとかあるじゃないですか、サンドイッチマンさんで、あのタクシーとか誰が作るんですかって話じゃないですか、誰にお金払って作ってもらえばいいんですかって話じゃないですか、もうそっからじゃないですか。だからもうコントって本当お金がかかるなと思って、だから漫才って金かかんないよなと思って、マイク1本あればいいんですからね、はい、あとは自分の頭次第でしょ、はい、漫才の方がよっぽどハードル低いと思いますよ、お金的にはね、お金的には、はい、お笑いのその能力っていう意味ではまあ別物として扱うしかない、どっちが上とか下とかっていうのはないかなっ
ていう感じだと思うんですけどね。はい、コントはねだいぶ体の動きが入ってきたりとかいろいろあるんでね、はい、漫才は喋りだけでっていう感じなんで、どちらかといえばですよ、はい、今はもう動きのある漫才も結構増えてきてますけどね。だから漫才とコントの境界線が薄くなってきてるっていうのはなんとなく感じますけどね、はい、けどそれでも一応違うじゃないですか、はい、マイク一本でやるっていう、まあ、小道具大道具なしでやるっていうところがねもう全く違いますから、はい、そうですね。まあね、漫才ね、漫才な、僕はボケしかできないからな、突っ込めないですからね、はい、突っ込みが論理的になりそうで誰も理解できなさそうで突っ込みって難しいですよね、はい、ボケの方がよっぽど簡単だと思いますよ。ボケってだって一種類じゃないじゃないですか。なんていうかいろんな種類のボケがいていいじゃないですか。ね、天然ボケもいいですし、論理ボケもありですし、なんか気色悪いボケでもいいですし、なんかとにかくボケりゃいいんでしょ。つまり突っ込めるものを出せばいいわけじゃないですか。まあだからタイプは問わないっていう感じですよね。はい。そう思いますよ。だからボケの方が結構なんていうか、あの入り口は広いなと思いますよ、はい、出口は狭いと思うんですけど出口は狭いと思うんですけどね、はい、そう思いますよ。僕は出口は狭いんだろうなと思いますよ、はい、ボケほど難しいもんはなかなかないですよ。やっぱりボケの人がルール作っていくんでね、漫才のね、はい、主導権を握っていくってことは、まあそのなんていうかストーリーを握るのはボケなんでね、大抵はね、僕の解釈では、はい、ボケが何言うかでもうストーリーが決まっちゃいますから、はい、うん、だからボケの方が結構難しいかなっていう感じはしますけどね、はい、そうですね、はい、まあね、ボケとツッコミね、はい、ダブルボケっていうのもありますけどね、とにかくボケは必ず一人は必要ですよね、はい、ダブルボケはまあ観客がツッコむんでいいと思うんですよ。観客が心の中でツッコむんでそれでありだと思うんですよ、はい、ツッコミしかいないっていうのは絶対なしだと思うんで、はいはい、それ客いじるしかないじゃないですか。それちょっとなしだと思うんですよね、はい、じゃあ YouTube でどうやって漫才やるんですかって話になっちゃうじゃないですか。ツッコミしかいなかったらダブルボケは OK だとありだと思うんですけどね。ボケはね、いいですよね。楽しいですよね、やっててね。僕もボケやってて楽しいです。はい、まあ、受けてるかどうかは別として、はい、やってる最中は楽しいんで、まあ、それで私は満足ですよ。はい、それでさらにいいねとかついたら、それはもちろんありがたいですけど、はい。けど僕のボケは結構難解っていうか、なんていうんですかね、やっぱり結構理屈っぽいんですよね、はい、そこはまだ訓練が足りてないところかなっていうか、いや訓練するつもりはああむっちゃゲップ出ました、はい、そう、別に訓練してプロになるつもりはないんでああもうむちゃむちゃゲップ出たら涙出てきちゃった。
吐きそうになっちゃうんですよね。何なんですかねこれね。胃がちっちゃくなりすぎてんのかな。胃がいっぱいになっちゃってるんでしょうね多分ね。全然酔ってないんですけどね、はい、うん、だから肝臓とかは全然大丈夫なんですけどね、腎臓とかはね。胃がちっちゃくなってるんですかね、何なんですかね。ゲップが出にくいんですよね、はい、まあいいか。まあこれビールだけじゃなくて、あ、つまりアルコールだけじゃなくて炭酸飲料もそうなんですよ、はい、まあ年ですかね。年のせいにしましょう、はい。まあ言い方を変えれば老化ですね、はい、老化の話をし始めたらもうあれですよ、あの体が悪いとかどこが悪いとかっていう話を始めたらもう年寄り入りですよね、はい、だからできるだけしないようにしてるんですけどね、はい、健康促進っていうキーワードで話していきたいなと思うんですけどね、もしそういう話題が出たら、はい、そうですね、はい、そうなんですよね、はい、できるだけ老化という言葉は使いたくないですね、はい、まだ生きる気持ちの若さって大切だって聞くんで、なんかお医者さんからそう言われるんで、気持ちの若さを持とうと思ってるんで、はい、老化という言葉は使わない、極力、はい、劣化とか老化とか使わないぞっていう感じですね、はい、もうお笑いができるようになりましょうよっていうことですよね、本当に。いやー、死ぬまでにある程度お笑いができるようになりたいな。はい。そうですね。はい。死ぬまででいいんだって感じです。いやー、まあけどね、はい。もう残りの人生ね、まだあるんでね、何していこうかなとか思った時に、まあお笑いもね、相手がいればやりたいなって思いますよ、やっぱり、はい、まあ僕なりのお笑いですよ、はい、結構なんか論理的ながためにシュールだと思うんですけどね、だから現代には合ってないと思うんですけどね、あのダウンタウンさんとかが流行ってた頃にやってたら、まあダウンタウンの弟分みたいな感じを目指して挫折するみたいな感じぐらいまでは言ってたと思うんですけど結局挫折するぐらいのレベルまでしかいかないと思うんですけどね、はい、けど種類としてはダウンタウンさん的な感じでシュールな笑いをやると思うんですけどね、今はシュールな話題笑いはあんまり受けないでしょ、はい、そこまでみんな笑いになんていうか関心を持ってないっていうか、笑いは日常の中にあるものであって、なんか特殊芸じゃないっていう感覚がありますでしょ、今の若い人たちにはね。お笑いは担当するものであって、ある程度誰でもセンスを磨いてできるものであって、そんな高度なテクニックとかそんなの言い出したらちょっと逆に笑えないみたいな、はい、今はそういう時代なのかなって僕は読んでるんですよね、はい、だから僕のお笑いってあんまり受け入れられないんじゃないかなと思ってるんですよ、はい、そうなんですよね、だから芸じゃないっていう、はい、お笑いは芸じゃない、はい、そうです、ただの
なんで、なんて言えばいいですか、ただのスキルに特化しているというぐらい皆さんがお笑いに慣れた、はい、大衆化した、はい、ということだと思うんですよね、はい、だからそこで専門家ですとかって言って出てきても、いやそんなお笑いに専門家とかって言われてもみたいな、お笑い突き詰めてますとかって言われてもうーんみたいな、はい、やっぱり素人受けしないとダメでしょっていうのがあると思うんですよね、はい、僕素人受けしないんでね、はい、ついていける人しかついてこれないようなボケをかましてしまうことが多いんで、はい、今日やったネタもそうですよ、今日やったネタもあのやった相手であるユウさんがわけ分かってないようなところがありましたからね、途中からわけ分かんなくなってましたからね、はい、だからああしまったな、話を複雑化させてしまったなと思ってちょっと申し訳ない気持ちがあるんですけどね、まあその辺はね難しいですね、お笑い、お笑いってどうすればいいんだろうな、それをちょっと考えるいい機会になりましたね今回はね、はい、あまりにもシュールすぎたんで、はい、てかね、仕込みが多すぎた、仕込みって別にフリートークでしかもあの事前打ち合わせなしなんで、あの事前仕込みはないんですよ、はいはい、ただフリートークの中でこれを飛び道具として出そうって言って飛び道具が多すぎたみたいなのが反省点としてあるんですよね、はい、ちょっとやりすぎたなっていう、はい、まあ、僕も混乱してたんでしょうね、ここが終わらせ時だなっていうところで引っ張っちゃったんでね、はい、だからそういうのは読めてないのはやっぱり僕がアマチュアだからなんだろうなと思いますね、本当に反省してます、はい、そこで終わらせとけばよかったのにっていうポイントが一個あったんですよ、はい、まあそれはコンテンツ見ていただければ分かりますんで、見ていただければと思います。はい、ああ、ここで続くんだって絶対思うところがあるんで、はい、うわーって、うわーってなっちゃうんで、はい、こっから、こっから、この分数伸びるんだ、うわーみたいな。やっぱ素人なんですよね。はい、ちっちゃくまとめることができない、はい、ダウンタウンさんとかねちゃんと15分内に一ネタまとめるじゃないですか、はい、フリートークはがき、はい、ね、前段含めて15分でまとめるじゃないですか、で CM 行くじゃないですか、やっぱり短い時間でうまく笑いを作るっていうそういうスキルも含めてやっぱり抜群だと思うんですよね、それと比べたらもう僕ら笑いを爆発させるのに何分使ってんだよっていう感じのトークですからね、本当にレベルが違うなって思いますよ、本当に、はい、本当にレベルが違うなっていう、プロとアマの差ってこんなにあるのかっていう、はい、まあ特に最高峰とただの素人ズブの素人ではこんなに差があるのかっていうことをやっぱり思い知らされますよね、やっぱり自分でやってみると分かりますよね、やっぱりね、はい、まあいい経験ですよけど、まあやってる間楽しんでね、いいんですよ、はい、やってる間楽しんで、はい、まあはっきり言って人生楽しんだもん勝ちですからね、はい、本当ですよ、はい、本当にそう思いますよ、人生楽しんだもん勝ちだ、長く長く楽しんだもん勝ちなんで、はい、そうですね、
そうですね、プロとアマの差ね。プロとアマの差はありますよね。もう歴然としてありますよ。プロはだって何が求められてるかを分かってるじゃないですか。はい。アマははっきり言って何が自分に求められてるかも分からないままに自分がやりたいことをマスターベーションのようにして吐き出すという。もうプロから見たら、うわっ！ってなるような。ことをやってるわけですよ、アマチュアは。僕らアマチュアは、はい、要するにそういうことなんですよ、はい、そのぐらい違うんですよ、プロとアマは、はい、だからそれを分かっててもうアマとして楽しむっていう風にした方が人生楽しいよねっていうことでやってるわけですけどね、はい、まあ難しいところですよね。はい、飲み終わりました。今日は何の話とすればいいんでしょうか。で、聞いちゃダメですよね。今日は結局お笑いの反省会でございました。そうです、お笑いの反省会です。はい、お笑いの反省会として締めさせていただきたいと思います。今回の配信は以上となります。また別の配信または次の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。おはようございます。良い一日を。